こんにちは、ねるチャンネルです。今回は、ネクストチャレンジャーズの3箱目を開けていきたいと思います。では早速、もう3枚揃いました。ヒーローが欲しいですね。あとシーザーベアもまだ欲しいですね。シザーウルフ、ホープ、ウルトラレアですね。ヒーロー来ないかな。お、ヒーロー来た。2枚目です。いや、これは嬉しい。ゆずちゃんのカードいっぱいでしたね。トイボット、これで半分ですね。暗流星、これ初めてですね。スーパーレア、ファーアニマルドッグ、
加賀がまりさん、レスキューラット。お、デストイシザーベア、いや、来ましたね。アルティメットレアで来ました。かわいいですね。じゃあ流星、ドール3枚揃いました。カットビングチェンジ、チャレンジ、カットビングチャレンジ。お、またデクレアラーのスーパーですね。ラストです。あれ？じゃあとりあえず集計してみたいと思います。いつものようにキラカードのみ、並べてみました。今回の箱では、とりあえずもう一枚欲しかったイーヒーローブレイズマンのカードが、当たったのですごく嬉しかったです。あとシザーベアも欲しいなと思ってたので、よかったなと思ってます。ウルトラレアのシャドールが、3枚当たったんですけど、シャドールデッキは組んでないので今のところ使い道が ないなと思ってます。あと、ちょっとまた開封の時にノーマルレアの異次元の開口を、スルーしましたが2枚目が当たりました。3箱開けた結果ですが、
まあ自分が欲しいカードも当たって、なかなかいい箱だったんじゃないかなと思っています。今回当たったカードでは、とりあえずデストーイのデッキが組めたらまた紹介したいと思います。以上、ねるチャンネルでした。